メンタルヘルススクール代表の斉藤幸男です。11月8日日曜日、今日のワンポイントメッセージです。今日のメッセージはこれです。これは可能性です。人には誰でも本当にいろんな可能性があります。でもその可能性を自分で潰しちゃうケースってすごく多いんですね。私には無理、私にはできない、これも一つの可能性を潰すことになってしまいます。自分で潰すのはやめましょう。多くの可能性を追求していきましょう。今日のワンポイントメッセージは可能性でした。それではまた。